さて、1月の12日の金曜日でございます。ついこの間、成人式が行われました。成人の日。ケンシーさん、ちなみに成人式は出たんですか？大学2年生でしたっけね。はいはいはい、1月2日に。あ、2日に行われたの？もう、徳島の、まあ、ちょっと田舎というかね、都会から離れたところは2日にやるんですよ。年末年始の里帰り中に、そういうことですね。実家に戻って、タヌキと一緒に。いやいや。がいなかったな。たぬき祭りは秋、徳島。そう、秋。教わった。どんなことやったんですか、成人式、思い出あります？まあ、でも、うん、みんなやっぱり、キレくなってたな。キレくなって女性の話長くなりそうですけど。で、男性は偉い、老けたなーっていうイメージがありましたね。ただね、思ったのが、うん、みんなスーツ姿だったんですよ、ね。はいはいはい、はい。当時ね。うん。ですから、それにもうちょっと戸惑いがありましたよね。で、ケンシさんは明治大学のユニフォームで行ったんですね。うん、なわけないでしょ。明治プレイボール。ドラ玉キング川上健信 KK スペシャル。ドラ玉キング川上健信 KK スペシャル。こんばんは、川上健信です。こんばんは、お茶の間代表野球ファン土井康成です。こんばんは、ドラ番リポーターの CBC 宮部和弘です。皆さんこんばんは、チアドラゴンズ2017中島美希です。はい、今なんか宮部君のプレーボールが早かったようで、健信さんなんかまだ言いたいことあった？まだあります。もうグダグダになりかけて、僕二度締めだったんですよ今あれ。僕は初めてお酒が飲めたって言おうと思った。ああ、なるほど。失礼しました。そういう話をね。その時に、続けていいんですか？いいですよ。結局続けるやないですか。本当にいつもな、幼馴染の子がすんごい酒で酔っちゃって、はいはいはい、もうゲルっていうんですか、あの、うん、ちょっと待ってください。ゲルが、ちょっと待って、微妙な名前です。ゲルベルって僕その看病をずっとしてたというね。あれ優しい。でもそうですか。なんですか、時間割いて自分の好感度上げるそうですね。そういうことじゃないですか。ユニフォームがべちゃべちゃになっちゃった。なってない、来てない。プレイボールってこうやればよかったそうそうそう、こうやればよかった。早かったね、早かったね。まあまあまあ、そんな話題で盛り上がったわけでございますけれども、まあ先週番組のエンディングでちょうどこう名前がね上がりました、星野さん、ね、星野仙一さん、ね、星野仙一さんが、まあ、お亡くなりになってね、もう本当驚きのニュースでしたけれども、皆さんからのメッセージもですね、本当にそういうのが多くてですね、モッティさんなんかも今日の KK スペシャルで健信さんが星野さんの思い出話聞けたらいいなと思ってます。トリプルミッキーさんもですね、星野さんの訃報、これ電波に乗ってから初めての、KK スペシャルですね、たくさんいろいろな話聞かせてもらえたら嬉しいですね。正直巨人ファンなのですが星野さんは別格です。他にも仮面ライダー龍騎さん、金子大輔君、元旦さん、皆さんね、星野さんに関すること、そうですよね、はい、驚きましたよね。でもね、まあ、驚きを超えちゃってたと言いますかね、まあ、あの本当ギャグでやってくれって感じですよね。最初は ね、嘘でやってほしいってね、もう誰かのいたずらでいいからもうそれでいいわっていう風に思いましたよね。最初メールかなんかで届いた。そうですね、朝、まあ、夜中っていうんですかね、メールがピコピコ鳴ってて、まあ、僕も寝てたんで、まあ、朝方ちょっと目が覚めてですね、それで何なんだろうと思ったら、まあ、星野さんの名前が一発目に出て、で亡くなるとか亡くなったとかあったから、あ、じゃあ誰かそういう友人関係がなんか、あ、なるほど、まあ、その方たちが亡くなったのかなと、まあいいかなと思って、またその後目が覚めて見たら、あれちょっと違うなと思って、でインターネット自分で開いていろいろ見たら間違いないということで、なんでっていうのがね。そうですよね、うん、まあ、だって年末お会いしたばっかりでしょ。 そうですね、ですから、まあ、未だにね、なんとなくこう信じきれないというか、準備がつい、心の準備ができてなかったというかね。だって10月からのこの健信さんの KK スペシャルでも、2週間に1回ぐらい星野さんの話が、名前、ね、出てきましたでしょ。そう、ね、野手転向迷ったけど言えなかったと、ね、この間聞いたばっかりだもん、全部関わってくるもん、ね、入団の際の背番号うんぬんという話とかね。そうですね、そうだよな、いつもいつもこのコーナー、この番組で、聞かせていただいてただけにですね、本当に驚きなんですが、まあ、この後ラインナップでも紹介しますけれども、ドラゴンズファクトリーの中で、ね、ケンシさんにはいろいろね、星野さんに、はい、関わるエピソードを語っていただきたいと思います。さあ、そして、先週がラジオデビュー
中となりましたチアドラのミキプーでございますけども、はい、ミキプー宛てのメッセージもよ、てるてるくんなんかね、いつも楽しい放送ありがとうございます。生粋のドラゴンズファンのミキプー、ちょっとスローな喋り、今までになかったタイプの方で、健信さん、鳥さん、宮部さんとは対局の喋り、今日も楽しい放送期待しておりますと言われております。あ、嬉しいです、てるてるさん。あのちなみに早口言葉とかミキちゃん、はい、言えるの？カエルピョコピョコムピョコピョコ。全然そうだね。ケイシーさん3秒前219。カエルピョコムピョコピョコ。いやー言った。いや僕ね実は苦手。苦手ね。これはもう先輩がうまいこと言いますから。3秒前219。カエルピョコピョコムピョコピョコ。言えないですね。終了。もうこの番組終わりましょうもう。僕の細道さんからですね、家族や友人などから番組の感想を聞きましたかって。うん、なんかあのお母さんと、うん。お兄ちゃんは聞いてたんですけど、うん、ノーコメントでした。ノーコメント。え、何そこ、はい、それは何、本当に聞いてたんかい。本当ですよ ね。それは何ですか、自分からどうだったどうだったって聞きに行かなかったの？それは聞いてないですね。なんだか感想を聞かせてよみたいなのなかったの？なんだかなかったです。あ、帰ったらあのお母さんもお兄ちゃんも目を合わせてくれなかったとか？いや、そんなことないですよ。触れたくないような視線だったとか、そういう。ただただノーコメントでした。あ、そう。何も言ってくれなかった、はい、お友達とかにはちゃんと言った？お友達は一人だけに言いました。よりすぐりの一人に。うん、そんな友達がいないわけではないです。違うの、はい、友達があんまりいない。いないわけじゃないですよ。あ、いないわけじゃないんだね。そこは強く来て、はい、うん、でその一人だけよりすぐりのお伝えしたお友達は何て言ってました？はちょっとまだ来てないです。もう一週間だったら僕なんか友達3人しかいないけど3人とも毎回聞くけどね。どうやったこうやった喋りどうやった、うん、で何て言われるんですか？いや、もうもっと元気出せよ。辛口ないいお友達ですね。もう常に辛口と、ね、いうことで、じゃあ、まあ、ミキ君今日はね、そのあの友達からも、いいお返事が来るように頑張っていきましょう。はい、はい、期待して待ってます。期待して待ってあなたの頑張りしないやいってね。それでは今日のドラゴンズ情報です。宮部さんお願いします。はい、よろしくお願いします。今日名古屋球場もね、はい、寒かったですね。いや、寒いですね。で風がないのにキャーッとこう凍えるような寒さ、底冷えする。本当そうでしたけれども、はいはいはい、そんな中まずお伝えしたいのが今日はベテラン荒、うん、木正弘選手が、うん、新年初名古屋球場、初名古球ということになりました。あの、今年で球団史上生え抜き選手の野手で最長ということになります。23年目。うん、そうか。高木森光さんよりも、うん、立浪さんよりも野手では長くということになります。なるほどね。これね、一つあの元気でできることということで2000安打ですとか、うん、それから400盗塁を目指すというところ以上に、うん、この23年できるというところ、荒木選手随分あの自分の中にこの数字という意味ではあるようですね。うんうん、それともう一つ先ほどの話なんですが、星野選手さんの投手イズムを、うん、しっかりと受け継ぐ男ですから、うんうん、そういった意味でも思い出の名古屋球場でのスタートということに、うんになりました。うん、はい。で、年末年始はですね、2000安打達成のこともありまして、地元などでの挨拶とか、うん、お付き合いが、ま、かなり多かったそうなんですね。ですから、ウエイト体系的には、ここ何年かないぐらい、ちょっとまだ数字的には重いということなんですよ。ですから、本人としては、体のお肉を今日はちょっと取りに行きましたということだったんですが、うん、しっかり外野のレフトからライトのポール間地の部分を走り込んで、うんうん、それから初投げキャッチボールも屋内でやりまして、うんうん、みっちりと上ともやって最後サウナに入るところまで、うん、しっかりとした自主練ということになりましたね。うんうん、で、まあ、ウエイトとしては重いんですけれども、うん、シーズン終盤肉離れをしましてね、うん、で、はい、出られなかったというところ、シーズン終わってから明らかになったところがあったんですけども、うんうんうん、そのシーズン終盤の肉離れが左足だったか右足だったかどっちだったか忘れてしまうぐらい走ることは今できているという状態の良さを、うんうん、そういう言い方をしてくれましたんで、うんうんうん、まず走るというところから、そうですね、原点ですからね、うん、しっかりやってるなという印象を受けました。うん、で、そんな中ね、今日新人合同自主トレも続いてましたんで、うん、真っ先にみんなルーキーの皆さんが挨拶に行ったんですが、うん、一番より感激していたのが、このスタジオにも来てくださった、中京大中京の伊藤康介外野手。あの時ここで言ってましたでしょ、はい、もともと地元ですから荒木選手尊敬してますし、うんうん、去年のあのホームへの神ダイビングヘッド。ああ、ジャンプしたやつね。あれを動画で何回も何回も見たと、はいはい、いうこと言ってましたんで、うんうん、挨拶に行きまして、声を、挨拶をしたらですね、荒、うん、木選手の方から、頑張ろうなと。
で、さすがの情報もですね、中京大中京の監督さんから、うん、君のことは聞いてるから、という言い方で握手してくださったそうで、うん、なお感激という伊藤康介選手でしたね。もうそんなつながりもこうね、うん、あってということなんだなということを感じました。荒、うん、木選手、指導でございます。うん、それから、ピッチャーの方行きましょう、はい。2年目になります。柳投手と藤島投手のお話するんですけども、うんうん、柳投手、今日屋内ブルペン投球も早くもキャッチャーを座らせて、本別の後ろで、座らせて、61球しっかり投げ込みました。ケンジさん、これどうですか、早いとか大丈夫なんですかね。まあでも今年その森監督のまあ意向と言いますかね、うん、キャンプ初日からバッティングピッチャーね。そうですね。できるようにっていうことですから、まあどこも悪くないんであれば。うん、はい。まあいいことですよね。そうですね。キャンプ終盤に溜めた背筋をケアするために年末は抑えてきた分ですね。ふるさと宮崎に帰っての、青木選手らとの県人会の時なんかは少し練習をしていたので、うん、宮崎でももうブルペンに入って、うん、で、年明けからはもう全くそこ体気にせず投げられているということなんですね。うんうん、それでの今日は61、62球ということになったんですが、うん、数的にも計画通りですし、うん、傾斜がマウンドの傾斜、斜めになっているところでしっかり投げられる体を早めに作りたいということを話してました、うん、柳投手でございます、うん、それから同じく2年目となります藤島投手、はい、もうですから東方高校から入りまして丸1年ってことになりますよね。そうだね。イブスをつけていたウィウィシー合同新人自主トレから丸1年ってことになるんですが、うん、見守っていたのはそのスカウティングにも強く関わりました清水スカウト、はい、現時代源さんと呼ばれて源さん、ね、伝説もいろいろね、源信さん、ありますね、ありましたけども、はい、清水源スカウト、うん、最近ゴルフのスコアも、うん、体重もちょうど97ということで、うん、100を切ってるということで、随分自信ありげに話してくれた源さんなんですけどもね。どうですか、ゴルフについて、ちょっと余談です。全く何もつながらない。まあ、宮根さんもそう、もう。すいません、いらないですか、これ。源さんの話、いらない。源さんですもう、巻いちゃおう、そこ。わかりました。じゃあ、藤島投手の話に戻ります。お願いします。で、源さんがですから、取ってきた藤島投手を見ていて、うん、1年で随分体のキレが良くなってきて、うん、ホーム的にも、縦振りにしっかりとしたフォームになってますね、うん、コーチ陣のおかげですし、もともと彼は藤島投手は自分への意識が高いので、うんうん、1年やってきたなということを言ってました、うん、でアドバイスを送るとしたらですね、うん、1年遠慮なくやってきたと思うけれども、うん、すごい人とキャッチボールを新人も藤島投手もやってほしいと、健信さんや山本昌さんと自分源さんもやってきたように、うん、キャッチボールがすごい選手とキャッチボールをすると、うん、鏡のように自分も真似をすることができるし、それからリズムも自分に勉強になることもある、うん、あと自分がボールを受ける役キャッチングをすることで、うん、回転とか、うん、そういうことを学ぶことができるので、うん、自分もすごい人のすごいピッチャーとキャッチボールをして上手くなったので、うん、それを藤島投手や今年のルーキーにも学んでもらいたいということを言ってました、うん、どうですかこのあたり。あんまり上手くなってた印象ないですけどね。なんでそんな辛口なんですか。まあ現在に関してはね、僕はこうやって楽しんでるんで。楽しんでるということですね。でも山本さんのね、すごくこう投げ方とかをすごくマスターしようと思って頑張ってるなっていうのは感じましたね。なるほどね。まあ藤島投手も嬉しいじゃないですか、はい。自分の後輩が初めて入ってくるわけでね。そういうことですね。しかも高校生多いですから。そうそう、高校生多いからね。ちょっと古文が増えましたね。後輩がね増えましたからね。そうですよね。なるほど。早速ですから水筒というかゴロゴロと水のタンクなんかは、うんうん、清水投手甲子園胴上げ優勝投手ですよね、はいはいはい、それとか伊藤選手が持って、うん、今日は新人合同自主トレ、はいはいはい、ルーキーの自主トレをやっておりました、うん、そんな内容です、はい、またその新人に関してはおさらいのところでお届けしたいと思います、健信さん、はい、どうもありがとうございました。さて今日のこのコーナーは先週お亡くなりになられました中日ドラゴンズ OB 星野仙一さん、その思い出などを健信さんに改めてお伺いしようと思いますけどもね、1月4日にお亡くなりになったわけでございますけれども、まあ健信さんでも、まあオープニングでも話しあった通り急なことでびっくりしたというのが正直なところですよね。そうですよね。でまあ当然その CBC でもいろいろこうテレビラジオでもねお話ししていただいたし、健信さんにはね、まあ各紙スポーツ新聞にもいろんなコメントを寄せられておりますけども、まあ今日はやっぱりちょっと、語り尽くされてる部分が多いので、はい、できればそれ以外のことでね、はい、星野さんとのエピソード、はい、思い出なんかを聞きたいなと思うんですけど、うん、なんか思い出に残る、まあ自分のピッチングした後の何かそういう出来事ってありますかね。ですから一番印象に残ってる、まあかけられた言葉っていうのは、その、うん、
1年目にですね、僕が巨人戦に初完封して、うん、98年、まあ、その時に一番最初に出迎えていただいてですね、うん、マウンドから降りてくる健信さんをよくやったと、うん、でまあその日はその日で、まあ僕も嬉しくて、うん、そしたら次の日にですね、ロッカーにいたら、うん、まあ監督付き候補から、剣士、うん、監督が部屋に呼んどると。おいおいおい、俺完封して次の日いきなり怒られるのかな。なんで怒られる前提なんですか。いや、部屋に呼んどるというのは、基本的に、うん、たけしって言ったの。ああ、伝わります。なんか、そういう感じで呼んでるイメージがあるんだけど、なるほど。なんか俺、なんか、おこごと言われるかと。やられるな、なんかあったなって感じで言ったら、うん、昨日はナイスやったと。呼、うんでたか、という感じで、うん、あ、はい、って言ったら、はい、ご褒美をやるわと。うん。うん、どれでもこの中で好きな時計を持っていけって言うんですよね。ちょっと待って、一つこうで用意されてるわけじゃなくて。そうなんですよ。いくつか並んでるの？4つか5つぐらい並んでるんですよね。監督の愛用品ってことなんですかね。まあそういう、何かこう、そういう大きな出来事を起こした選手にプレゼントをするために、ストックされてあるわけ、はい、そういう感じなんですよ。ほう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 。で、まあ、うわーって僕時計したことなかったんですよね。はあ、あまりもね、学生の頃はね。そうですか。ほぼほぼ成人式にもリフォームできる人ですから。行ってないから、行ってないから。もう、たまごっちとかでしょ。本当に糸ぐらいしか巻いてなかった。ミサンガか。そんな違います。でね、はい、4つぐらいあったんですよ。はい、で、選べと言われたんですけど、うん、選べと言いながら選ぶなみたいな、早よ選べみたいな感じの雰囲気だったんで。おーおー、緊張してね、僕も。あ、はいはいはい。どれにしようかな、どころじゃなくて。そりゃそりゃ、わかりますよ。だから、もう手出したのが、うん、左から2番目だったんですよ。それは何、見た感じ、ケンジの中で、一番それがかっこよく見えたのか、それともそれが一番高そうに見えたのか。うん、だからそんな余裕もなかったんですよ。ほう。だから他のがどういう感じだったのかも全然覚えてなくて。実際自分の腕にはめてみて、似合う似合わないとか。わからなくて。うん。で、忘れもしない、撮ったのが、ブルガリって言うんですか、うわ、また、めっちゃ高いやん、ブルガリ。さすが一流のセンスでビビッと、はい。見る目あるな、はい、でも僕、当時あんまり全然わかんなかったんで、はい、何やろ、この時計って言ったら、うん、なんか当時、野口さん、野口さん。はい、はい。お前いいじゃん、これ、とか言って。これ高えぞお前みたいな。言いそうですね、はい。野口さん。僕はあの時計もう本当につけたこともないし、はい、高いんですか、はいはい、お前高いに決まってんじゃねえかみたいな。ええー、ってすごいもうプロ野球の世界って何と思いました。確かにね。で、ケイシンさんがその4つ5つ並んでる中からブルガリを選びました。はい、で、その残ったものに関しては、はい、例えばその後例えばシーズン活躍した時に誰かがその監督室に呼ばれてもらった形跡はあったんですか？うん、ありましたね。だから誰かその、イバチンあれ右、一番右のやつだったとかそういうことないですか？イバチンはなかったけど。イバチンなかった、うん。次の年ぐらいに、うん、福留孝介選手がなんかもらってましたよ。はぁ、うん、じゃあ何番目か。僕が選んだ残りもんやと。いやいや、残りもんやらしい。やらしい言い方しなさんなんでそんなに。まあでもあれでしょ、うん、ミキプーなんかもチアドラの先輩から、今日のダンスは良かったよ。好きな時計持ってきなみたいなのはあるないです。ないよね。それあったらね。そうやね。もう一生ついていきますから、ね、先輩ね。やめないでみたいな感じでね。そうか、うん。それがやっぱ初完封の時の。そうですよ。なるほどね。うん、あで、優勝した時も当然その、一緒になってわーって盛り上がったわけで。そうそうそう、うん。優勝した時にビールかけってあるでしょ ?99 年、はい。当時は、ビジターで優勝決まりましたから、東京でね。はい。はいまあ、ホテルでね、そこに宿泊した。アカプリの屋外プールをね、改装してね。凍りつくような寒さの中、プールが。そうですね、うん。まあ、みんなプールか湯気が出てますよ、寒すぎても。そうか、温水にはしてくださったものの。それですから、そのままバー飛び込んだりとか、なんかまあ、僕も飛び込んだかどうか定かじゃないですけど。はい、いや、びしょびしょでしたから、まあ。とにかくみんな、その中に星野監督も飛び込みましたよ。で、バーって出た瞬間、みんなこう、どさくさに曲げてみんな、選手が、ここぞとばかりにビールを浴びさせに行ったわけ。ああ、監督がかけに行ったわけね。はいはいはい。ほんで僕もちょっと走っていって、待て待て待てよ、僕もなんとかここでかけたいと思って。で、まあ持っていくでしょ。ビール瓶を持っていった。ビール瓶を2本ぐらい持っていったら、なんや。
なんでお前が書けるんやみたいな感じでちょっとうわギュギュって睨まれた。ほう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 、まあ、冗談半分で、ね、ブレッコじゃないんですね。だけどもうその目がもうビビっちゃって、はいはい、いやいやいやって後下がりしながら自分にかけて、自分で一人ビールかけた、はい、自分にかけた。なんや岩瀬さんとかかけとったのに乗り遅れた。まあちょっとそれがね心残りというか、まあ僕としては、なるほど。まあでもいろんな選手、いろんな関係者から言われてる通り、まあユニフォーム着た時と脱いだ時のこのスイッチの切り替えというか、そのオンとオフっていうのがね、しっかりした選、あの監督でしたよね。まあすべてね、あのユニフォーム着た時どうのこうのじゃなくてね、すべてね、僕はね、役者だったように気がします。ああ、なるほどね。あの、怒る時も、笑う時も、もう、あの、球場に雰囲気をつ、あの、ベンチに雰囲気作ったりとかね。まあ、その、全部、あの、たまたまではないような気がしますね。なるほどね。うん、全部意図されてると思いますよ。宮部君は。はい。マスコミは戦力だって星野さんおっしゃってて、もう駆け出しのそれこそ99年の頃に、遠征先のお茶会に末席に入れていただいた時に、宮部って名前を呼んでくださって、もう一生ついてきますと思いましたね。確かに。で、楽天に属されてた時は、年に一回しかお会いできないんですけど、その時に、お前髪の毛薄なったなって、年に一回で、なのに言ってくださるんですよ。で、それタブーですし、自分の中でもね、僕でも、僕レベルでも、それをね、ズゴーっておっしゃりながら、でも言われた僕が嬉しいんですよ。なるほど。あの感覚はね、星野さんしかいらっしゃらないんで、そうやな。そういう風な上司っていいなと思いますよね。まあ、ラジオ機の皆さんの中にも、それぞれ星野さんに関するね、エピソード、思い出があると思いますので、また番組に寄せていただきたいと思います。以上、ケンシンさんの星野監督の思い出でした。ケンシンスピリッツ、今日のテーマ、二刀流でございます。ねえ、セリーグも DH 制の導入を検討しているという話ですけれども、日ハム大谷選手、まあ、これでメジャーに行くわけですけどもね、それに続く選手は今後登場するのかということでございますが、ズバリ、ケンシンさんから見て、まあ、日ハム時代の大谷選手はいかがでしたか、まず。もう異常です。異常です。異常。本当に異常です。すべてにおいて。うん、ああ。はい。あれだけのバッティングとあれだけのピッチング。ですね。うん。うん、これはやっぱり、初めて僕を上回った選手が現れたなと。なんて、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 なんて。まあ、彼が流した、スルーした。流した、今、流した。新しい、まあまあまあね、本当にね、僕もね、結構バッティングね、好きだった。それはもちろん。ちょっと紹介しましょう。ちょっと宮部君紹介してあげてください。ケンシンさんの現役時代のまずバッティング。ケンシンさんはだって、ホームランだって通算で8本ですね。8本、8本。はい。打撃の方から行きましょうか。うん、打撃の方、まず。打点が166、え違う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 。川上健信さんは打点が29、うん、ホームラン8本、うん、ね、これ相当ですよね、あの広い名古屋ドームでね、そうです、はい、これどうですか、まあ、確かに、バッティングは好きというか、もともとピッチャーをしてる時代、まあ、ピッチャーしかしてないんですけど、ピッチャーやりながらいつか野手やってみたい、野手やってみたいっていうのはね、この18年間ぐらいずっと現役時代思ってましたから。ちょうど星野監督のそのツイート記事の中にもね、はい、川上さんのその肩の調子が芳しくない時に、うんうん、野手転向を実はもう相談しようと思ってたみたいなことが載ってたじゃないですか。そうなんですよ。ちょうどね、その当時、高橋道武コーチと、はいはいはい、ちょうど星野監督の10個したかな。うんうん、はい、で、高橋美咲さんっていう、明治大学の。明治明治でね。はい、明治明治で、うん。で、まあ、高橋さんに聞きに行ったんですよ。うん、ちょっと肩の調子が悪いですって。うん、で、どうした？だからって。で、野手やってみたいんですよ。何て言われたんですか？言えるわけねえだろ、お前。そこまで言ってない、自分で言ってこいよ、今。怖くて言えねえよ、俺は。もし、もし、例えばですよ、野手に転向じゃなくて、はい、大谷と同じように二刀流をやってたら言われてましたか？まあ、それはね、うん、無理でしょうね。ですけど、僕は、ショートというポジションが好きなんですよ。うんうん、子供の頃ショートでしたもんね、内野手でしょ。高校2年生までショートしてましたから。あ、高校2年生までね。うん、ですから、ショートというポジションをしてみたいというところがありましたから、うんうん、まあ、二刀流ってなかなかその、難しいとは思いますけど、うん、だけど、二刀流したかった理由が一つあります。何ですか？あのね、
ランニングはきついんですよ、ピッチャーの。ちょっと待ってください。どういうこと？まあ、なんか、ちょっとミキプーちゃんと聞こうな。ミキプーちゃんと聞こう。よーく聞いてよ。うん。これ。ピッチャーって大体中6日。はい、そうですね。先発はね。はい、6日間の中で、はい、もうドラゴンズはね、うん、ランニングは投手はすごく走らされるんですよ。登板した次の日。次の日と、二日後、そのまた次の日ぐらいがもうピーク。中日みたいなところは、そこが。ひたすら走り込み。もうすごいことになりますから。もう行きたくないぐらいの練習が待ってるんですよ。そこでもし野手とかで出れるんであれば、逃げれるじゃないですか。絶対走らされないじゃないですか。ショートで出とった方が楽ぐらいのことですか。絶対楽ですよ。先発ピッチャーだったら、要するに中継ぎの方がその、ランニング量が少ないから、羨ましいと思ってたんですか。でも中継ぎでも、うん、多分世界一走ってますよ、ドラゴンズは。世界一、うん。だからあれだけの中継ぎ陣が鍛えれたんだと思いますけどね。だけど大谷選手はドラゴンズに来てたら、走らされてたでしょうね。うん、となると、野手での出番はないですね、あんまり。かもしれませんね。それでダメなんですか。もう終わったことが何とでも言えますね。まあまあ確かに。確かにそうか、うん。なるほど。じゃあ、そういう意味では、健心さんは、まあ、ピッチャーずっとやってると走るのがしんどいから、うん、まあ、野手もやりたいということ。僕は何でもそうですけど、何かから逃げたいから、こうしたいと。うん、決して野手をやりたいという。メジャーまで行って人がそんなこと言いなさい。このラジオを聞いてる少年がどう思う？プロ野球選手を見たい。聞きたくなかったけど聞きたかったみたいな。でもかけて走ってたかもしれないんでね。ああ。帰り車をどっかで止めて、そのまま、ないな。ないかな。絶対ないよ、そんな。絶対ないよ。ないか。ちなみに、ケンシンさんの現役時代で、ああ、俺もすごいけど、こいつもすごいな、バッティングっていうようなピッチャーいました？まあ日本人、まあでもね、うん、中にはいたけど、うん、強烈な印象のピッチャーってはいなかったですか。外国人の方が多いですか。外国人は多かったですね。例えば。まあ巨人にいたガルベスだとか。ああ、はありそうだな、うん。阪神にいた、変なヒゲのムーア。あれは左打ちでね。あの人はね、本当にバッティングはホームランっていうわけじゃないですけど、中距離ヒッターですよ。中日のバルデスも良かったじゃないですか。バルデスおじさんね。良かったな。まあ、良かったのかな。だけど、ホームラン持ったよ。打ちましたけど、もっと辛いのがね、僕ね、阪神タイガースにね、ボーグルソンっていうピッチャーがいたんですよ、右でね。メジャーに行ってから大活躍したピッチャー。ね、デトロイトでしたか？でもね、当時ね、バッティング練習ね、開幕のバッティング練習がね、大阪ドームでやったんですけど、えらい飛ばすなと思っとったら、気がついた僕ホームラン、スリーラン、逆転スリーラン打たれたっす。ボーグルソン投手に？甲子園で。はぁ。甲子園で。甲子園で。はぁ。あ、すごいなっていう飛距離だったんですけどね。でも、ケンシーさんだってホームラン8本ね。広い名古屋ドームで、ね、本拠地にしながら打ってるわけで、ホームランの思い出もやっぱりいろいろありますもん。ありますよね。やっぱりこう、意外と僕、ホームランは、貴重なとこで打ってるなと。その後はこの後ね、そのあたりはこの後到着する。そうそう。ということで、ケンシンさんは二刀流やってみたかった。その理由は、ピッチャー専門だと走るのが嫌だからというね、わかりやすい答えが出ました。以上、ケンシンスピリッツでした。ドラゴンズの名勝負を紹介します。ケンシン一人で勝った完封&決勝ホーマー。2&2から5球目です。2アウトランナー2塁、マンド上のマレン、セットの入った投球、第5球投げました。打ちました打った、上がった、伸びる伸びる伸びていけ、入れ入った、先制ツーランホームランが川上ケンシンのお前らが打たなきゃ俺が打つ、第1号ツーラン、2点先制、名古屋ドームで2本目のホームラン。素晴らしい、通算5本目のホームランを放った川上憲伸。はい、ということでホームランのシーンをお聞きいただきましたけども、続きましてピッチングです。2対0ドラゴンズ2点リード。マウンド上川上、振りかぶる、ワン・ツー、4球目投げた、打ち頭打ちました、詰まった、打球はセカンドゴロ、かわいいボールを取る、一塁送球する、一塁やってアウト、試合終了。川上憲伸おめでとう、2002年9月10日以来の完封勝利へ5勝目を挙げました。そしてベイスターズ戦6連勝です。すごいですね。
いやまあね、自分でも信じられない、感触だったんですけど、はい、2年ぶりしかも無四球です。あ、完封ですか。なんかもう本当に投げてても完封というかそういうものは意識してなかったんですけど、まあ、とにかく競ってるゲームなので0点で頑張ろうと思ってました。はい、ちょっと今のお立ち台のシーンはちぐはぐな感じがね。あって、うん、まあでも相変わらず心に思ってないこと喋ってるなっていう感じですね。もう自分では打つ気満々だったくせにまさか入るとはみたいな言い方してましたしね。ねえ、うん、もう狙うに狙うに決まってんじゃん。しかもその声不公正で聞きたかったですね、あの場内で。しかも2対0で勝ってるから、あ、完封ですか、うん、みたいな。その前の試合も1対0で負けましたけど、みたいな感じで。そういうことも含まれてるんだ、あのアーはね。なるほどね。うん、まあ、この日は9回を投げて、球数123球、打たれたヒットわずか3本、奪三振が13ということで、この時点では、自己最多の三振だったのかな、うん、あ、そうですね。13ね。うん、で、失点はもちろんゼロで防御率が 2.53 ということでございまして、ドラゴンズの方も、ヒットわずか5本ですから。うん、だからもつれたんですね。ね。謙信さんのこのホームランがなかったらどうなるかということで、これ、年に1、2回こんな試合もありますよ。今度は味方がいっぱい打ってくれるでしょうって次の日の新聞にはそうやって書いてありましたよ、謙信。好青年。もう本当にコメントだけは。コメント。まさか恨んでたとは思わないような。2004年5月その前の試合のことも。名古屋ドームでのね、行われた横浜戦なんですけども、まあまあでも、あれですね、ケンさんやっぱ、ある程度、狙えるときには全部、こう、長打を狙うっていうようなつもりでバッターボックスには立ってた。まあ結構、そういうときはありましたね、うん。本当にホームラン狙いたいなっていうときはありましたよね。ああ。例えば逆にその味方がボン出したりすると、うん、あ、そこはこういうふうに打ってほしいなとか思うようなこともあったんですか、ゲーム展開の中で。まあまあ、そこまでであんまり言うとね、うん、僕本当にあいつ性格悪いなってなるんで、ね、言葉にするとね。でも、それこそ大谷選手もファイターズの時に、うんうん、はい、自分がピッチャーで負けちゃった翌野手出場ゲームはめちゃくちゃホームラン打ってるんですよね。だからどっかにそういうの口にはしてないけど何か一流の人としてあるのかもしれないですよね。やっぱりね、その、うん、このピッチャーだったら打てそうだかもしれないっていうピッチャーいるんですよ。うん、だから、そのピッチャーがこの終盤ぐらいになってくると変わる可能性があるんだよ、先発ピッチャー。はいはいはい。頼む、この回まで回って俺まで来てくれとかいうふうに思ったりね。はあ。これはだから、そのピッチャーのうちに打ちたい。横浜マレン、うん、外国人投手から。まあ多分ね、彼すごく良かったんですけど、うん、まあ打順の巡りすると次の回ぐらいから今度横投げのね、当時で言ったら木塚投手とか。変則で。変則、うん。多分これ系になってくると僕打てないんですよ、ホームランは。自分はこれ、まあ今日はこの試合俺に任せてもらえてるな、最後まで投げ切るんだなって気持ちはあったんですか。あのね、この前、実はこの前の試合にちょっと伏線があるんですよ、うんうんうん、タイガース戦で甲子園でね、はい、さよなら金本さんにホームラン打たれてるんですよ、うん、1対0で、うん、で、まあ、完投負けですよね、うん、とにかくこの辺って僕完投にこだわってたと、とにかく最後まで行きたいっていう、うん、はい、ちょうど時期だったんですよ、うんうんうん、だからもう0対0で行くんであれば、うん、とにかく延長まで行くまで変わるとは言わないと。なるほど。取られるまでは。うん、だけど、点取ってくれたら岩瀬さんお願いって言ってた。さすがに。なるほど。ちょっと混ぜてきたんで。ということで。価値がつかんでね。うん、元祖二刀流を地で行くような、うん、ね。謙信さんの投打にわたる活躍ぶりお聞きいただきました。以上、ドラゴンズクラシックスでした。ドラゴンズ情報をもう一度お伝えするおさらいドラゴンズ。それでは宮部さんお願いします。はい、お願いします。はい、今日はルーキーたちも自主トレ始まって、ルーキーは1週間近くになりますんでね。ビームスつけてね。そうですね。うん、そんな中でね、兵庫県からやってきた高校生2人は今日県の表彰が地元であるということで、一部抜けたり、はい、あと、龍谷大のマルク投手は、学校に今日は行かなきゃいけないんでということです。うんうんうん、まあ少し抜けながらも、でも皆さん汗を流してという名古屋球場だったんですけども、うん、その中で、高校生、それからドラ1の鈴木、3人のピッチャーの話題をしたいと思います。うんうん、まずはドラ1ルーキー、鈴木博士投手、ヤマハ。うん、このラジオでね、謙信さんと憧れのメジャーリーガー、キンブレルの、うん、存在、そしてその46番が欲しいというところで、その通りになりましてね。うん、ですね。ねえ、うん、キャンプで早く謙信さんに見ていただきたいというところなんですけども、うん、キャッチボールや遠投を見てますと、うん、ゆったりとしたフォームで、うん、重そうなボールを投げてましてね、うん、先ほども出ました、清水玄スカウトによりますと、うん、ランニング以外は彼バッチリですよ。
で、高さ、角度があって、うん、力みなく、マックス150キロオーバーじゃなくて、うんうん、常時150キロ近く出るというところが強みですという言い方をしてましたので、うんうん、憧れの160キロを目指していただきたいなという、新人ドラ1のまず鈴木博士投手でございます。うん、それからですね、石川翔投手、背番号40番をもらいました、青嵐台都高校でございます。遠投見てると、ホップするような、ピュッと一直線の球筋なんですよ。だからこれをね、健進さんに早くキャンプになってから見ていただきたいなと思うんですが、体 全体を使って力感あって、本当にスカウトの皆さんが口を揃えて言うように、二巡目で取れた選手じゃないと。うん、1位じゃないと取れない選手が取れてよかったという石川翔投手でございます。それからもう一人、背番号50番は清水達也投手、花咲徳栄で甲子園の優勝投手ですからね、達也というのはあの漫画のタッチのタッちゃんとあそこにあやかってという、発達の達になりですか、達也ですからね、実話ですか、はい、まあ、お父さんが亡くなったわけではないんですが、そこはそのまま違うんですけども、タッちゃんの達也ということで清水投手、じゃあ犬もいるんですか、犬はパンチ、いませんね。パンチいませんね。南ちゃんもいないみたいですけど。は勝ってないんですね。勝ってないみたいな。そういうことですね。ナンプもないみたいですけども、はいはい、清水投手。清水投手はね、右投げなんですけども、グローブをはめた左手と、それから右手はテイクバック後ろにやるときの、体の広がりが、グッとなったときに、体を張るときが、すっごい美しいんですよ、なんか。ほうみたいな、こう。私が言うと、こう、茶畜なっちゃうんですけど、すごい、ムササビのような感じ。ムササビ、ケンシンさんが飼ってたのはモモンガですけど、それも違います。それも違いますね。ムササビモモンガ。モモンガ飼っとったの？飼っとったんですよ。そう。現役の頃？はい。たまにジンマシンになりましたけどね。合ってないじゃないですか、ケンシン。合ってなかった。まあ、マンションに内緒だったんですか、大丈夫ですか、あれは。許可制みたいな。まあ、モモンガ禁止とかあんまり規約にないですからね。ないですからね。ただ、ベランダから離すなとは書いてたんですよ。それはそうでしょ。それはそうでしょ。で、鳳凰のような清水投手。で、甲子園の時もそうでしたけども、この手首の使い方、これが絶妙だっていうことで、プロだったらもっと磨けるということを、スカウトの皆さん見守りながら話してました。今日今年は特に高校生のルーキーが多いので、すごく若々しい印象の、新人合同自主トレでございますんで、また随時お届けしたいなと思います。以上です、ケンシンさん。はい、どうもありがとうございました。チアドラ、インフォメーション。さあ、チュアドラインフォメーション、チュアドラゴンズのメンバーによるドラゴンズの公式スケジュールなどを紹介します。ミキプーお願いします。はい。それではお伝えします。今日は、今月1月4日にお亡くなりになりました、中日ドラゴンズ OB、星野仙一さんの献花台設置のお知らせです。中日ドラゴンズは、1月15日月曜日から17日水曜日までの3日間、野ヶ谷球場にて星野仙一さんの献花台を設置いたします。時間は午前10時から午後4時までとなっています。当日は献花のみを受付し、香典や供物などは辞退させていただいております。また記帳もございません。なお、野ヶ谷球場には駐車場がありませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。詳しくはドラゴンズの公式ホームページをご覧ください。以上、チアドラインフォメーションでした。はい、ミキちゃんありがとうございます。さあ、宮部くん、ここで特別番組のお知らせですね。はい、CBC ラジオで追悼特番をお送りいたします。1月14日、今度の日曜日、夜6時から7時までの1時間です。追悼特別番組、夢と感動をありがとう、燃える男、星野仙一、最後のメッセージお送りいたします。出演は、久野誠さんと鷲塚道夫さん、サンドラ、ドラワルコンビでお送りいたします。はい、ということで、ぜひともそちらもお聞きください。はい、それではトイちゃん行きましょうか。それでは行きましょう。9回西満塁バッター健進行きますよ。パスは2回まででございます。はい、今日はカーから始まる質問たくさん届いておりますので、どんどん紹介していきましょう。金子大輔さん、健進さん、解説者1年目振り返って100点満点中何点でしょうか。解説者のカーでございますね。いや、もうまだまだ全然まあ80点ぐらい。取るね、取るね、取るね、結構ね。まあやっぱりね、自信持たないといけませんから。そうですね。ケチくさいこと言っちゃいけません。なるほど、いいね。ドリブル荒木くん、カ、可愛い女の子を試合中に探したりしましたか。まあそんな余裕はね。
まあでも探しますよね。あったんですか。あったんじゃないですか。ですね。うん、それはプロ入りする前とかアマチュアの頃とかの方がよくあったんじゃないですか、そういうのって。アマチュアの時はね、うん、結構母親が見に来てたんでね、バックネット裏に。大概その顔を見るとね、もうなんかいつも怒ってるように見えたんで。あんまりいい印象がなかった、ね。そういうとこじゃなかった。なるほどね。ダブルクリックさん、カラスはなぜ鳴くんですか？カラスはね、性格悪いんですよ。だいたいもういらんことしかせんでしょ。カラスは。ゴミ箱つっついたり。ゴミ箱つっついたり、ゴルフ場行ったらゴルフ場のカートの中からね、なんかお菓子かなんかを探したり。細かい話だね。細かいな、大変。僕も外に車を置いてたら、今日真っ黒なうんちをね、はい、車の上ドドドーってやると思って、ほんと何かしたかお前にみたいなね。相当お怒りのようです。わかりました。てるてるくん、買って嬉しかったもの最近何かありますか？うん。うん、何買いました？任天堂スイッチ。おー、なかなか今手に入らない。人気なんですよね。人気だよね。もうボンバーマンっていうんやつ。懐かしいな。だけどね、誰と勝負するわけでもないんですけど、一人でやってるんですけどね、だんだんやってる自分が寂しくなってくる。いい年したおっさんがよーっつって。なるほど、ね。でも楽しんどるようです。じゃあ、アンクルサリーさん、ラストにしましょうか。はい。川上健進ってどんな人？自己分析ですね、うん、まあ自己分析でね、僕は基本的にシャイなんですよ。はい、シャイを隠すためにとことん喋ると、うん、完全に隠れてますね。もう隠れまくってるんですけど、まあ基本的にはね、明るい。一言で、うん、今日はパスなしでございます、はい、来週はキーから始まる質問をお待ちしております。ムッシュさんから、星野監督時計のプレゼント太っ腹ですね、うん、ということでね。そうですね、本当に。それからトンコさんは、3月3日楽天のオープン戦見に行く予定ですよってね、喧嘩台も行きますよって言っていただいてますね。ぜひとも皆さんね、追悼試合の方ね、応援してください。ということでございまして、今日も時間となりました。ここまでの相手は私、問い合わせなりと、チアドラゴンズ2017中島美希と、 CBC 宮部和弘、そして健進さん、はい、最後の一言お願いします。まあ最後ですか、もう本当にどんどん寒くなってくるでしょ。雪も降るかもしれませんからね。